はい、JR 旧新名線沼牛駅の駅前にやってきました。保存状態はですね、クラウドファンディングで集めた資金で修復されて完璧ですね。これが駅前広場、そしてこれが駅前通りです。駅前にはまあそれなりには集落がありますが、なんとなくね、この駅が一番立派な建物っていうね感じがしますね。中入れる日もあるみたいなんですけれども、基本的にはですね入れなさそう。ただ保存状態は完璧です。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。で、廃液ノート。廃液ノートはですね、なんだかんだ言って初めて見たかもしれない。そしたらこの外観ですね。そしたら、沼牛駅、一周して外側を回っていこうと思います。いやー、すごいですね。素晴らしい、復元状況です。ここに活動のですね、説明がここに書いてあります。ここにも書いてあります。素晴らしいですね。これが、ホームですね。沼牛駅は、廃止時には一面一線、防線駅だったということで、まあ、確かにね、2番ホームが昔はあったのかもしれませんが、今は完全に畑になっています。素晴らしいですね。これ下にもちろん降りてもね大丈夫ですよね、線路があるわけじゃないから。でちゃんとね、駅名標を立てるため の外枠だけ、残っています。遠くにはね、国道が走っています。またちょっとね上がっていくか。印刷の跡も含めて、ね、保存状態は極めて良好ですね。いやー、これはね、いい廃液だ。はい。沼牛駅、こんな感じでしょうか。結構ね、飛行タイプも出ている。そしたらね、せっかく駅ノートがあるんで、記入の方を行っていきます。
はい、そしたらですね、駅ノートの方を見ていきましょう。あんまり書き込みがないな。ノート自体は結構ね、厚みがあるんですけど。設置されたのが5月14日ですから、まだ半月ぐらいしか経ってないんですね。そしたら、2018年、今日が6月2日かな。インターバン6304、 YouTube で検索と書いておきましょう。はい、そしたら次行きますか。